警察や広島電鉄によりますと、今日午後6時半過ぎ、広島市中区と西区にまたがる天満橋で車と電車が接触する事故がありました。接触のあった現場は電車の専用レーンで、車が誤って進入してきたとみられています。この事故によるけが人はいませんでしたが、運転手は車ごと現場から立ち去っており、警察は当て逃げの疑いも視野に運転手の行方を追っています。この事故の影響で上り電車が一時運転を見合わせていましたが、午後7時半ごろに全区間で運転を再開しています。